もう何といっても、はい、ネットで話題なのは、はい、この韓国に対する、はい、まあ事実上の対抗措置、まあ、対抗措置っていうには、はい、甘いとも言えるし、そう言えないと言えば言えないんですけども、はい、うん、まああったと、はい、これを受けて、はい、当然新聞各紙、はい、社説で書きますよね、はい、例えば、うん、産経新聞、はい、これはもう初動が早いですね、そうですね、昨日7月2日に、うん、社説を書いていまして、はい、主張対韓輸出の厳格化、はい、不当許さぬ国家の意思だと、はい、まあ真っ当なタイトルがついていまして、はい、一部ちょっと抜粋して引用したいなと思いますね、うん、徴用工訴訟や慰安婦問題、自衛隊機への火器管制レーダー照射など、ムン・ジェイン政権が執拗に繰り返す反日的な行動は枚挙にいとまがない、抗議を重ねても馬耳東風を決め込む韓国に対し法に基づく措置で対処するのは当然だ、国家の意思を毅然と示す意味は大きい、韓国、日本相手なら無理が通ると考えるのやめるべきだ、韓国相手に曖昧な姿勢を取るべきではない、信頼関係が損なわれたというなら信頼回復に必要なことを具体的に示し韓国側に対応を迫るべきだ、そうした強いメッセージが必要である、まあ、これだから日本政府にも言ってるわけですね、はいはい、スマートフォンやテレビなどに使われる半導体関連材料について輸出手続きを簡略化できる優遇措置をやめる、法令遵守が適切ではない事案があり、輸出管理を徹底することにした、個別輸出ごとの申請が必要となりこれまでより輸出に時間がかかる、また国と国の信頼関係に基づいて輸出管理を緩くする、ホワイト国から韓国を外す、いずれも優遇措置をなくすだけであり金融などの新たな規制ではない、この点は冷静に見るべきだということで、はい、なんかもうこの辺のものを輸出しないかのように報じられている面もありますけれども、はい、実は、うん、まあ、これまで韓国に対して行っていた優遇措置をちょっと前の段階に戻しますよと、はい、ただそれだけなんですね、そうですね、うん、ホワイトって言われる、うん、ところから普通にするだけで、はい、ダメな方のブラックにしたわけじゃないっていう、ね、そうですね、うん、まあ、ならブラックに放り込めっていう人も中にいるかもしれないですけど、それちょっとアンケート、まあ、そんなリストないですから、そうそうそう、ブラックアンケートいきますかね、はい、今回の、韓国への輸出の厳格化、うん、まあ優遇してたのをやめたっていうだけなんですけどね、うん、はい、で厳しいからそれやめるべきだってい う、この、まあ、この後でやる朝日新聞みたいなね、はい、いう感じで思ってる人は1番で、2番が、まあ、これ普通でしょと、うん、こんなの当然のことでしょというのが2番、3番はぬるいと、もっと厳しくと、もうビザとかもっと追加でビシバシもうどんどんやるべきだと、ガツガツやるべきだという人は3番ですね、はい、うん、いきます、ドン、はい、ぬるいと、もっと厳しくっていうのが 70%、 ちょっと待ってくださいよ、はい、厳しいのでやめるべき 0.4% しかいないじゃないですか、一応いますね一応いました、僕はいるにしたって 0.4% ですゼロを目指したつもりだったんですけど本当は 0.4% って、はい、まあ、1人でしょうね、はい、おそらくすごいですね、これはいたと、はい、多いなってコメントも書いてる多いなってのはもっと厳しくっていうのが多いなのか、はい、この 0.4% が多いなと書いてるのか、はい、まあ、業界で働いてる人もいますからね、まあ、そうですね、中には働いてて、うん、もうやっぱこうやっぱ韓国とビジネスやってるから、うん、まあもね、会社の利益もちゃんと出てるという人も、うん、まあ、結構やっぱりこれは関心が、うん、まあ、高い出来事だし、うん、そうですね、まあ、それでも、まあ、制裁まではいかないですから ね、 そうですね、このさっき産経新聞が書いていたように、はい、うん、金融などの新たな規制ではなく、うん、冷静に見るべきだということですよ、はい、まあ北朝鮮に結局日本のハイテクの部品が、うん、はい、そのまま流してる可能性があるわけだから、まあ、そうなんですよね、ブラックっちゃブラックなんだよね、うん、韓国ってだってセドリーとかいろいろあったわけだし、はい、で昔プレステ2が絶好調だった時って、うん、はい、輸出規制かかってプレステは軍事目的使えるっていう話になって、はい、ロシアとかに流れないようにっていう規制がかかった、うん、すごい輸出規制かかってたってすごい時代ですよね、時があったんですよ、うん、だからあれだって敵対国家に流れないようにっていうのももちろん
あったわけだし、うん、だからそうそうそう、あの時はもう世界最先端の CPU じゃないかぐらいの、そうですね、安い CPU の中では最先端じゃないか、うん、なんなら売ったら赤字みたいな状況でしたからね。そう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 、あれそれ3か、ああそう、うん、であれはもうねミサイルに使えるとか、うん、いろいろそういう話まで出てたんでね、うんうん、もう日本人としてすげえな日本はとあれが日本、思い返せばあれがピークだったね。確かにあれからもう十何年経って、ああもう10年、まあ、20年ぐらい経って、そうそうそう、もうインテルとかにね、うん、もう全くかなわないという状況ですよ。それでもう電話作るにしちゃって、ファーウェイとか、ファーウェイとかにもサムスンとか、そう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 、うん、本当に逃げてるわけですから。そうですね、まあ、ただ今回の、うん、まあ、対抗措置というか、うん、優遇措置をなくすことによって、はい、まあ、韓国のそういうメーカーにとっては、うん、結構な大ダメージが、そうですね、うん、ややこしいっていうね、うん、優遇措置がないと、はい、いちいち物量が入ってくるたびに検査しなきゃいけない、ね、ただ貿易っていうのは信頼関係っていうのが重要じゃないですか、うん、まあ、そうですね、はい、まあ、それもそこに至るまでに、うん、まあ、レーダー照射の問題もありましたし、この徴用工の問題、はい、ただ本来はなんで日本に金要求するんだって話ですからね、うん、もう終わった話なのに、そうそうそう、それまたお金を日本企業が自主的にお金をとか、うん、バカじゃないのって話じゃないですかいや本当に、でこれで妥協しましょうと日韓でお金出しましょうとか言って、何言ってんだお前とか言って何言ってんだお前、いやしかも慰安婦で失敗してるじゃないですか、うん、そうそうそう、もうその基金を作って、そう、もうあれなんか日本の税金でありましたけど、そう全部ね、うん、あの金は返さない上に、うん、あの何でもない形にね、うん、チャラに、チャラっていうかまだ謝れってずっと続けてるわけだから、うん、もう本当に、まあ、まあ韓国に関しては厳格に輸出管理とか、そうですね、とかね、輸出入の管理ってやっていかないと、いや本当ですよ、うん、信頼できない相手には、はい、やっぱ優遇措置なんてできないわけですから、包括的にね、うん、やってても、うん、まあどんどんね北朝鮮に流してる可能性もあるんで、うん、個別にね管理して、まあ、あるべき姿に戻ったという、はい、ただそれだけなので、まあ別にそんな、うん、なんか怒る必要もないんじゃないかなと。でもなんか向こうはムカつくみたいな感じで言ってきてますよね。そうですね、提訴するとか、はい、で今紹介したのが、はい、産経新聞の社説 で、はい、まあ、特になんていうかその通りだなというものだったんですけど、す、はい、これびっくりしましたね、はい、僕の大好きな朝日新聞、はい、今日の朝刊を見ると、はい、社説のタイトル、はい、対韓輸出規制、うん、報復を即時撤回せよっていう。さすが朝鮮新聞日本支社と言われるだけあって朝日はもう向こうの立場に立ってもうタイトルからしてもう完璧ですよね。えというかもう本文引用しなくてもいいレベルの、はい、もういい本当にタイトルで彼らの意思は分かったと、報復やめろと報復を即時撤回せよ、いや本当にね、もう期待を裏切らない、はい、もう裏切らないよね、裏切らない、はい、まあ僕の毎週大体日曜日にサンデーブレイクっていう朝日新聞の論調を紹介するその動画作ってるんですけど、最近中国に対しては割と現実的な視点から批判的に述べてる場合もあるんですよ。まあ最終的には仲良くしようぜにはつながるんだけど、それでもまあ中国のこの100年マラソン この夢について書いていたりとか、あなるほどっていう記事多いんですけど、韓国に対してだけはどうやっても甘いんですよね。愛が溢れてますよね。韓国への愛は韓国は重要な隣国とか、はいはい、そういう表現いまだに使ってますから、はい、そう、じゃあちょっと軽く引用していきましょうか、はい、冒頭から、はい、政治的な目的に貿易を使う近年の米国と中国が振りかざす愚行に日本も加わるのか、自由貿易の原則をねじ曲げる措置は即時撤回すべきであると、うん、まあ、このように書きつつですね、はい、少し飛ばして、日本政府は徴用工問題を背景に認めつつ韓国への対抗措置ではないなどとしている、全く説得力に欠ける、なぜ今規制なのか、なぜ安全保障に関わるのか、具体的な理由を国内外に堂々と表明すべきだ。さらに飛ばして、確かに徴用工問題での韓国政府の対応には問題がある、先月に示した解決への提案は日本企業の資金が前提で日本側には受け入れがたいものだ、しかし今回の性急な動きは事態を一層こじらせている。やっぱまたなんか日本が悪いかのようにいやお前が一番こじらせてんだけど、ね、朝日が常にこじらせてんだけどね。そして最後の部分、はい、日韓両政府は頭を冷やす時だ外交当局の高官協議で打開の模索を急ぐべきである。国交正常化から半世紀以上隣国間で積み上げた信頼と交流の蓄積を破壊してはならないと、
まあ、大体困った時には、はい、朝日って両成敗に持っていこうとするんですね。そう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 、もう完全に韓国側が悪い時でも、うん、一応ちょっと韓国もこうダメだよと言いながら、うん、日本もダメだと、そうだから両成敗に持っていくという、うん、で話し合いっていうのがもうお決まりのテンプレート、はい、いつものパターンですね。本当腹立つな。もう本当に、いやでも、うん、でもあれじゃないですか、うん、我々はこれを期待してる、ね、まあ、期待してるこれは来たと、俺見ろって、やっぱこれは来たかと。で先に予言して書いてあげたかったね、記事を。そう、前日とかに、そうそうそう、もう朝日今日これ書くなって、こういう感じでっつって信頼を壊してはなるまいとか、そういう朝日語録を使って、うん、ちょっと韓国もダメだけど、はい、日本もやるべきで、日韓が知恵を絞るべきだと、はい、そうそう、まあ、あのムンジェインが言ってるセリフと近いよね。日韓は知恵を絞るべきだ。知恵を絞るべき。あの都合が悪い時には日韓が、ね、知恵をすべき、うん、あの絞るべきだっていうふうに言ったりするんだけども、まあ、うん、でもやっぱあの日本のテレビでもそういうのちょっと やってたけども、うん、やっぱ韓国を弁護したいメディアが日本にはたくさんあって、うん、ありますね、もしくは韓国の利益を守りたいという、うんうん、新聞の人間、テレビの人間が、うん、その中の社員とか役員にやたらいるんだよね。いるんですね。韓国のやっぱ論調として、うん、韓国にそこまで刺激しちゃいけないとか、うん、中国をそこまで刺激しちゃいけないっていう論調にどうしても持っていきたい社員が多いんだと思いますね。うん、そうですね。そっちだって、なんで日本のテレビで日本の国益追求しないのというのが多いからね。うん、そうですね、うん、いや韓国って、うん、もう日本のこと無知で殴ってるじゃないですか。そう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 、毎回毎回、そう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 、無知で殴りまくってるのに、うん、日本がちょっとこうツンツンってやろうとしたら、お前それやめろよっていう、そう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 、刺激するなよっていう、刺激するなっていうのもね、すげえなんか全身敏感なやつみたいな感じですね。そう、本当に、いやだって初めてじゃん日本って、はい、ここまでしばかれ続けて、はい、やっとあのちょっとだけ、しかも優遇してたのを普通にしますっていうだけじゃない、うん、そうなんですよ、全然さ普通にするってだけだよ。いやそうなんですよ、うん、いや今までも、うん、そのまあ一種の対抗措置の手段として、うん、大使が帰るとかあったじゃないですか、あるある、でもあれただ帰っただけですよね。そうそう、結局戻っちゃったし、そうそう、戻って新しいムンジェインというか、その新しい大統領ができるかもしれないから情報収集が必要だって言って、それをまあ朝日新聞とかがよく書いてましたけど、そうそうそう、なんだかね戻ったりとか、あとその、うん、このままだと竹島とかそういったものを、うん、あの提訴するというふうに言っててやらないとかね、うん、結局そのやりなんか強硬に出たことは、まあ、これ自民党が選挙対策で保守側の、うん、保守の人たちにやっぱちょっと最近消費税だとかいろいろ言われて、岩屋のね問題とかもあるからちょっと強く出たとこ見せようかと、でどれが一番当たり障りないかって言ったら優遇をちょっと減らしたぐらいが一番いいんじゃないのっていうことでやった可能性が、いや割とやっぱ選挙を意識してっていうのは、意識してこの G20 終わって、ね、うん、この本格的に、本格的にっていうかもう明日からですか、うん、公示されるのが、はい、参院選ですから、うん、まあ、このタイミングでもうなんとか保守層をつなぎ止めるために、そうとりあえずやっとけっていう、岩屋を辞めさせることはできないから、うん、まあ、じゃあちょっとフォローする意味でそういうふうにするかなと、うん、で選挙終わって気づいたらまたこれ元に戻したりして、いや可能性ありますよ、うん、しれっとすぐ戻すからね、そうなんですよ、あのだからなんか党内で議論してるフリとかして、うん、そう、だそれ今ガス抜きみたいなものに、そう、我々国民も騙されてはいけないと思うんですよ、ね、そうだからね、ちょっとまだ信用できなくなってますよね、うん、安倍政権も、そうだから安倍政権も結構あの方向性としては、うん、まあ、結構左派じゃないですか、はい、安倍政権こそ中道左派ですよ、うん、はい、そうだからなんかあの党内でガス抜きを図ってるのかなっていう、はい、そうですね、感じもするし、そうそうそう、警戒しなきゃいけないんじゃないかなと、はい、いう気がしますね。そうですね、はい、もうちょっとみんなもここはなんかやっと来たと思って期待してる人もいるかもしれないけど、うん、その人たちを裏切らないでほしいなというふうにちょっと思いますね、うん、そうですね、はい。